もうねなんか知らんけどね首にね湿疹が機能できてねめっちゃずっとかゆいの湿疹が驚しい汗もかアレルギーかまだわかんないクックさんレインボースターゆきさんたい焼き 右田ぴぽさんたい焼き、陣内さん、はい,い、ありがとう。そう、湿疹。いやだね。めっちゃここがね、荒れてて。でこぼこしてるんです。いやだよー、治ってほしいよー。だからお風呂上がったら、速攻で髪の毛をまとめてます。ヘアオイルとかがついたら、良くないかなと思って。 こんばんはガーナリさん外復薬ありがとうえっ人務ン大変よね原因が分かればいいけどね対策できるけど私ないからさ首にこんなできることなかったから謎のえめっちゃかゆいの今薬塗ってます慶石さん緑のたい焼きありがとう こんばんばはそうなんよ私さなんかあちこち「今日はここが悪いですここが悪いです」っていう報告してるストレスそりゃ大変だ喉は今んとこ大丈夫ですでも昨日はね昨日の配信中の声がやばかった 今はね、部屋の暑さにびっくりしてます暑いね今日雨だからかなジメジメしてますそばでジンマシンえそばで私そば大好きだからそばのアレルギーになったらつらいやメロンのあそこさんたやきありがとう。 っちゃん回復薬ありがとうね蒸し暑い今日松葉行った時もさ「あの空調どうですか?」って言われて「ちょっと蒸されて暑いです」ってそう野菜みたいなこと言っちゃってなんか野菜の気持ちいいみたいな,なんか「蒸し暑いです」って言いたかったのに「蒸されて暑いです」って言っちゃってなんか恥ずかしかった夏みかんさん回復薬ありがとうでもまつげめっちゃ上がりました わかるでも多分これは2週間ぐらいしたら落ちてくるんですよでまた3週間したらいかなきゃだけどめっちゃこれで東京に行く時もすっぴんでも目がちゃんと光が入ってパッチリ開きますね上がってるよねちょっと肌何もしてないからさあんま近づきたくないけど。 蒸しパセリ何で食べるのがいいかなポン酢かなポン酢か塩かなやっぱあんまり濃くするとよくないからこれで金曜日と土曜日はフェスに出れますこんばんは最近ね自炊をしたくてめっちゃね調べっとるんよ レシピをでもさ自炊って結局お金かかるじゃないですか一人暮らしってしかもあのー、結構さカロリーも気になるじゃんそうだからやめた <laughs> したいなと思ったけどやめた肉じゃが作りたいなと思ったけど やめた <laughs> そうソルハさんに作ってほしいってなんか手料理を振る舞ってほしいって言われたんですよでも私が作れる手料理はあのオートミール雑炊とかしかもこの23年作ってないから最初の頃はさ煮物とか作ってたじゃん配信でも作ったことあるけど煮物とかはまってたんですよでもね もう最近オートミールをレンジでチンすることしかやってないからなぁと思って冷ややっこ冷ややっこ食べたい今冷ややっこ冷ややっこキュウリが食べたかったのです今日はでもキュウリが3本入りのやつしかなくってでもあさってからフェスじゃないですか東京じゃん明日あさってとその次の日 きゅうり買ったら明日食べきらなきゃと思ったら買えなくて帰ってきたら来週はきゅうりを買うぞっていう気持ちでいるからみんな覚えといてください絶対パセ忘れちゃうからややこはめんつゆやばい声が <coughs> やっぱねいっぱい喋ったら声がねガサガサなるのだから人といる時も極力あの喋らない <laughs> 今日はあの松葉行くまでもうずっともう絶対に鼻呼吸だけで向かうんだって気持ちで呼吸していったしそしたらね <laughs> 松葉中にねめっちゃ鼻のスピスピオンが気になって自分の「スピーみたいな鳴る時あるじゃん。別に鼻,鼻詰め率ないんですよなのにめっちゃスピスピオンが鳴ってね気になった。 ワワウさんお疲れ5個ありがとうジュノラゴさんたいやきともちさんはと100個ありがとうまもるさんたいやきありがとうしんちゃんさんたいやきありがとう F91 さんたいやきありがとうクロさん和菓子好きーじゃないよ シュキピ、シュキピ。たまらん、シュギル。きやくん抹茶のたい焼き、ありがとう。緑たい焼き。シュキピ、シュキピ。あずみもパセみたいに、耳がぼやぼやする時ある。それは痩せすぎ。痩せすぎるとなる。 パセだけじゃなくてあれよ周りのメンバーも結構多くて最近仲間が増えたんですよそれはねご飯を食べた方がいいか耳鼻科に行って方がいいジョノラゴさんレインボースターありがとうね声がガサガサってやだうっかりあんこさんたい焼きありがとう 耳がボワボワするやつね結構周りのメンバーに多いですその原因はだいたいダイエットしてる子とか細い細すぎてなってる子多い私はちゃんと耳鼻科でね言われた過度なダイエットをしたから耳の周りの筋肉が痩せてあの鼓膜がずっと開いてる状態だからみたいな言われて治す方法は特に今んとこないから一生付き合っていくか あの一時的に治るのは一回横になって横向きになると治るけどすぐまた戻るとあと水分を取ることあと漢方を飲むと治る人もいるけど絶対治るとは言い切れませんってその時言われましたね気をつけないとだねだからあの歌ってる時とか喋ってる時に自分の声の大きさも分かんなくなって声量 もう分かんなくあ同じだった音程か音程と声の大きさが分かんなくなるから大変大変ってなるから気をつけてはじめそうなんかね筋肉がうまく機能しなくなるのが原因って耳鼻科の人が言ってました 今日の服ね長袖なんですよ間違って長袖着てっちゃって今日暑すぎて腕まくりしてるありがとうねえ大変だ栄養大地明日はオクラを食べたくてオクラなら食べきれると思ってオクラを買ったのキュウリが買えなかったから代わりにオクラを買いました 明日はサラダを作るよ。楽しみです。暑いこのうち。大吉さん、たい焼きありがとう。小倉。小倉。黒さん、芍薬ありがとう。うどん。うどん。 まず昨日うどんん屋さん行っったたのにさ親子丼食べちゃったんよねなんかめちゃくちゃ親子丼が食べたい気持ちやってでね本当は「お好み焼きに行く?」とか言ったけどあのバス用意しすぎてもう無理やってなってバスセンターの近くにさあのエディオンエディオンの近くに讃岐屋っていううどん屋さんあるじゃないですかだからあそこにうどん屋さんがあるのを思い出して「うどんにしましょう」って胃に優しいうどんにしましょうって言って。 っ親子丼食べて全然胃に優しくないけど美味しかったえカツ丼も美味しそうだったんですよでもさすがにカツはラーメン食べてるしまいの日にさすがにカツはやばいなぁと思って親子にしといたとしさん和菓子坂道さんたい焼きありがとう 讃岐屋は2年前かなサーヤンとバレンタインの日に行ったことがあるんですよその時はうどん食べたよちゃんとその時からね親子丼気になってて念願でした浩二さんたい焼きありがとうおだしさんたい焼きありがとう夏みかんさんいいねありがとううどんうどんうどん島嬢さん緑たい焼きありがとう 昼休休みささんんたやきありりがとうゆっくり休んでくでださいなんかねちくわ天がそらはさんがちくわ天食べててちくわ天180円ぐらいで2本来たんだけどめちゃくちゃ大きくてサクサクって言ってましたおすすめらしいです。 私が自炊しない理由はねあれよ調味料を家に置きたくないんですよもう使い切れないから塩分普段取りたくないからもったいないからねだからするなら本格的に毎日するけど途中で飽きるならもったいないから悩んでるとここんばんは。 山の内さんたやきありがとう料理苦手ではないと思うやってたけど料理をしたくないわけじゃなくてカロリーとかをもう,もうお店で買った方が書いてあるからあのコントロールしやすい。 そうスケジュールそうなんですよあのお野菜とか買ってもね使い切らないから冷凍のほうれん草とかを常備してますスケジュールがね前の日とかにならないと分かんないからあそう7月の公演の予定出てましたでもパセリ出るか分かんないけどスタジオとマイカーの公演が7月の7日に入ってた多分出ると思うけど 私のポジションでも今やってるポジション一応莉子ちゃんもできるしでも分かんないですよねどのポジか出るとは思うけどまだ何も言われてないいっくんたやきありがとう七夕七夕だよみんなでも雨な気がするよね七夕って毎年雨だもんねエルさんたやきありがとう 黒さん花束ありがとうおもろい「はじめまして」のあとに「200回目の訪問」って出てきた「ありがとう」たくさん見に来てくださって <laughs> 面白い私もこれやってみたい誰かのルームで「はじめまして1500回目の訪問」みたいなやつやりたい何お願いしようかね七夕 どうしようかねどうしようどううしよう七夕みんな叶ったことあるの七夕のお願い事あるのいや健康は本当に祈りたい。 本当に私最近体調ずっと崩してるからもう数か月間ずっと喉ど入れられっぱなしでちゃんと耳鼻科も通ってるのにねなかなか治ったと思ったらまた再発するから嫌なんですよこの前3日ぐらい前まで扁桃炎扁桃腺が腫れてたけどそれ落ち着いたから多分今 回復に向かってる気がするのでちょっとカラオケ配信とかもうちょっと待っててくださいね待っててください結婚結婚確かにどれくらい宝くじが当たってほしいとかそういうのも叶うのあれってあれ叶うかどうかはさ 別に保言う、ね、だけ言っとけみたいな感じなのかな目標みたいな感じ健康でいられますように健康に気をつけて生活しようみたいな書き初め的な感じなのあれってどういうさ趣旨で始まったんだろうゼータン緑たやきありがとう芋けんぴさんたいやき昼すみさんたやきありがとう しかも毎年雨だからね花畑ね悲しいよね年に1回しか会えないとかさ辛すぎんみんなは耐えれるかおしめんと年に1回しか会えない好きな人と年に1回しか会えないそんなの耐えれないだよね <laughs> 日本語おかしい耐えれんよね ちゃんわなんなかアイスききたたあ,ありががとうございますあんみつがきた何,何タワーありがとう。 少々。俺たち織姫と彦星になろうなタワーですか？絶対違う。クーローさんアイスありがとう。暑いこのうち。じゃ棚バのお願い事はあのー、夏と冬の寒暖差が縮まりますようにしよう。 フルーツクリームくまみつタワー正式名称ですからパフェじゃないかったねあんみつだって,てちゃん冬は寒すぎるし夏は暑すぎるから程よくしてほしいかもな安部さん和菓子10個ありがとう10セット ありがオイス浦部さん緑たたきありがとう,んあ,がとうあんみつパセリのいいね欄見てほしいなみんななんかねたまたま見つけたねパフェ手作りパフェみたいなツイート見つけてね速攻いいねしたの超美味しそうなんだから見てほしいよね涼んでください 昨日私はアイススボックスのグレープを食べましたそれはどこからもらったかというとソラハさんの冷凍庫に1年間入っていた <laughs> やつをもらいました <laughs> そうあんまりスーパーとかさコンビニで見ない味だなと思ったら去年買ったやつだから「あ,のあげるわ」って言われてもらったんよそしたら中でさ全部固まっとってね めっちゃ揉みほぐしてもうこうやって振って食べたら服に全部グレープの汁飛んで大惨事だったえ美味しそうだよねツイッターのイネランの桃私も桃いいなと思った。 アイスは賞味期限ないよすごいよね画期的だわすぐ食べちゃうけどでももなか系のは早く食べた方がいいよねパサパサしちゃうフルーツクリームくまみつだわ よしひろさんたい焼きありがとうなんかアバター変わってる気がする変わっている気がするえそう声が最近ずっとガラガラなの織姫と彦星の寿命は数十億年以上なので人間の感覚だと3秒に1回会ってる計算らしい会いすぎじゃないもう一緒に住みなよ3秒に1回会ってるんですか そうなのか空ラパセだねん風野真さんブーケありがとうダンディバニラって何え、モナカみたいなやつですかパリパリなやつあれ食べたことないパスあれ食べてみたいなんだっけあれ レデディーボーデンみたいな食べたことないまだ。ひゲメガネさん「レインボースター」ありがとう。パセリプロデュースの服はまだ今ね打ち合わせ段階なんですけどなんかねあのねこれを追加パセの理想に近づけようとするとどん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 追加料金が かかってみんなが1着買うだけでどん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 高くなっちゃうからって言ってみんなが買いやすいあのお値段の方がいいじゃないですかだから自分の理想とその現実との狭間で戦ってあのどこをどうしたらいいかをめっちゃ考えてこの前提出しましただからちょっと完成はまだ私も見てないけどドキドキです。可愛いいいといいな 長靴いいね長靴は便利だねレディーボーテンはチョコレートチョコレートチップ入ってるチップとお金じゃないよチョコチップね良平さんお断りですお断りだよぴんアイスの食べ過ぎは歯に良くなるので少し控えてますそうだよあのね あのパセリ推しこの前のお話から3人ぐらいいたパセリのファンになってからすごい体重が増えてって方と歯をちょっと痛めちゃってって方と2通りいたんですけど3人いましたあのクレームに近い <laughs> 言葉をそうだから「控えてね」って言って「みんな気をつけてくださいね」パセリは多分歩いてたたりり踊ったりするから アイスいっぱい食べても何とかやっていけるけどみんな気をつけてしかもパジはご飯の代わりに食べたりするからカロリー的にはそんなにとってないんですよみんなご飯プラス食べるからさアイス気をつけてケロちゃんと歯磨くんだよ多分南さんのファンの方歯綺麗そうだってさ歯のやつやってるじゃんやばいちょっとやばいな パセリ押しとミナミさん推ししてる方はちょっと両方いいとこ取りしてくださいねほどほどにと歯磨きと、ね、筋トレしてそうリコチオしはムキムキだろうね筋トレで脳汁ドバドバよねあっちゃさんお断りですバツ 冷凍庫がアイスだらけになってる、えー、冷凍庫がアイスだらけの人本当に羨ましいんですよ今度お宅訪問するスペイベにしてほしい勝手にアイスを食べ尽くしたい昼休みさんコマありがとうありがとう雨はジメジメしちゃうよな みんなアイスボックスえ私のお母さんね STU パッケージのアイスボックス見つけたら絶対買うようにしてるらしくて毎日「今日は何個買いました?」っていうのが来るのやばくないもうファインよ今日はどこどこのスーパーでアイスボックスを何個見つけたよ昨日は2個って言ってました最近ないんだってだから見つけたら買うようにしてるんやって みんなもゲットしてねねないよね最近 STU バージョンアイスボックスアイスボックス東京駅のやつもあのパネルとかもサイン書いた日に展示は。 あの表のところからはなくなっちゃったんですけどドリンクはまだあるのでぜひ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 私も飲みたかったのにねこの前行った時完売してましたピエンピエンピエン丸友ちゃん緑たやきありがとうそうサインは表に最初あったのに中に今あるだからちゃんと探してくださいひっそり ししてるかもしれんでも意外と目につくのかなどうなんだろう私たちがサイン書いた日は展示の最終日の夕方でした18時とか15時十7時とか夕方に書きに行ったから展示してもらえて嬉しいですみんなに見てもらえないと思ったけど「風間慎さんありがとう」 ミニストップいいなミニストップ私金曜日フェスで東京行くから絶対ミニストップ行くぞって思ってますよろしくお願いします私の目当ては果実氷ですよろしくお願いしますよろしく確保しといてくださいちゃんとフェスが終わる時間まで残ってるのかなうん、えー、残っててよねえ陣内さん和菓子ありがとう春坊さんたいきありがとうのしんさん緑たいきありがとう 東京、こんばんは。そうだよ大事よ。広島にはないから。絶対にゲットするから。<laughs> 絶対にね。うんお腹空いた。でもそれよりもこの部屋が暑すぎる。 でもクーラーをつけてしまうと喉がもっと悪化すると思って、ね、配信あったら窓開けちゃうかなえ外の方が涼しししいんですかもしかもしてて今って配信の時に窓を開けてしまうと近所の人にあの全部聞こえてしまう私がこんなにアイスを食べていることも全部知られてしまいます。 黒さん回復薬夏みかんさん緑体験ありがとう全部全部知られて個人情報も何もなくなっちゃうプライバシー「マこバやさんハートありがとう」 今、タワーの俺頑張ってるけどちょっともうちょっと待ってはいゆでやすみさん、レインボースター塾ありがとうよし き終わったので、装飾を始めていきたいと思います。装飾のテーマはフルーツポンチです。このタワーが。フルーツクリームクマミツタワーっていう名前らしいので。ちょっとポップな感じに。したいと思います。 白くんハートありがとう爆音で配信見てるんですか恥ずかしい恥ずかしいぜじゃあ横の家の人は YouTuber かインスタグラマーか何かが隣に住んでると思っているのかどうもパーセリです びょんびょーんてくちゃんタワーありがとう今気になっているアイスはサーティワンのキットカットのパフェみたいなやつですっていうのを書いたタワーのお礼に <laughs> あれ食べたいあとミスドの新作ありがとうございますこんなクマだらけの。 超オフ顔で失礼いたしますありがとうじゃーんありがとうございますパチパチこんばんはんありがとう近づいたらねこのリングライトの光でクマが飛ぶんですけどちょっと離れると本性が出てくる 黒さんタコありがとうおうさんたやきありがとうくまアイス早くパフェ作り配信来週できるかなパフェ作り配信したいなショールームでどうかしらね でも私は材料を買ってそれをすべて一旦たん信濃家に没収してもらわんといけんからよろしくオレオとかさいっぱい入ってるからああいうのとか入れたいけどちょっと一旦没収してもらって使う分だけさらに出してショールームでするからそれか一旦あの配信じゃなくプライベートで作ってメールで作ったよーって試作作ったよーって成功したら配信でするよーっていうか。 どっちかになると思いますよろしくみんなが先にしててもいいよ友っちさんたい焼きありがとううん写真撮るの忘れそう私なんかさカフェとか行っても私大体パフェとか食べるんですよパフェかパンケーキとかにアイスのってるやつ食べるんだけど溶けるじゃん写真撮ってる間にだからもう写真 大丈夫ですってなる写真撮らなくていいですってなるんですねでもともとそれだったんだけどせっかく食べてるしせっかく映えてる景色だから Twitter とかメール用に撮るべきだなって最近思って撮るようにしてるんですけどね普通メンバーって何十枚も撮るんよお話し会とかの時もでも私は5枚ぐらい撮ったら「あありがとうございます」って。 この前のお話し会の時もマネージャーさんがあのセーラー服のオフショット撮ってくれたんですけど3枚ぐらいで「あ大丈夫です」って言ったら「相変わらずだね」って言われてそう私本当に人から撮られるのがいまだに苦手で <laughs> 今日メールでさそんな感じのこと送ったけどでもこれでもねマシにあったんですよだいぶ「セーラー」 たどりって緊張するじゃんだってねでもちょくちょく送っていきます最近ツイッタータドたどりばっかり載せてるよ今までさ自撮りマンだったんですよ私多分知ってる方はねもうだよねってなると思うけど最近はもうたどりを載せるアイドルに進化しました成長してます徐々にね 会社のホームページの写真撮られたあアーシャってことアーシャおおどうでしたか写りは夏美かんさんいいねありがとうね写真って難しいわ空ーチョキパーの組み合わせでポーズをつればいいんだよそれユキリンさんの情報じゃん 私もねあのアイドルになったらこのゆきりんさんの必殺技使おうと思ってずーっと思ってたんよグーチョキパー結構使うでも最近さあのさあのこういうハートとかさなんかいろんなのがあるじゃん難しい流行りのポーズ難しい分からん何が流行ってるんだろう これあのツーショット会とかでさ「おすすめありますか?」って言われたら大体いい「じゃあパセリのポーズで」って言うんよ。パセリのポーズか息を吸う心ポーズでってああーまた手にさペンの後つけてしまっているよ私は。ね。アーシャアーシャは別ですよ。アーシャのあれは アーシャに合わせてて食事を気を気つけたりしてるからなんか日常で撮られるのが苦手ス外をカメラでむくんでる人があるじゃんこうグーチョキパーパー出航ポーズとか頑張れとかグーチョキパーをこうなんかこう組み合わせればなるど,どうにかなるよみたいなきりんさんがテレビかなんかで言ってて。 だいぶ前10年近く前とかに言ってて難しいあ,あたこ焼き確かにああ気になるこれたこ焼きじゃあ次の撮影の時何か使うね珍しいやついつも同じになっちゃうからううでもね結構いろいろポーズしてるんですよでも使われてるやつが大体同じになってるだけで結構 やっては見てるんだけどきっとぎこちないんだろうね慣れないから頑張って見るね次何がいいんだろうね生写真ウェディングドレスのやつ出てます生写真楽しみにしといて 次とりあえついつ出るんだろうなクリスマスとかかなクリスマス今月の撮ったでしょえー、今年浴衣着るかな毎年ね大体いい去年はなかった気がするけど浴衣の写真があるんですよ2年前あったんよねでお正月の時は振り袖があるんですね ススマかスかななもういやハロウィンかな次なんだろうな何着るんだろうなそうなんよ生写真はランダムだからねあのお目当てのメンバーが出づらい「大阪の浴衣ね決まったよこれになりました」っていう連絡来たけどあの今まで着てない感じのやつ。 でしたなんか私の過去の STU で着た浴衣は白地に青とかかが多かったんよ確かきっと多分多分ねあの研究生の時の折り鶴タワー配信とかも白地に青だった気がするし昇格の夜公演かなんかで着たやつか。 もうそんな感じだったし青系多かったけど今回はちょっと違う感じかもしれませんねオリズルタワーの浴衣かわいいよねそれと思ってさ前回あの同じやつと思って選んだら全然違うからでしたなんだっけ去年は5周年5周年コンサートの 前の日にやったトークショーみたいなやつできたっけな確か違うかなそれな気がするでもそれともまた違う色味にしました楽しみにしといて髪型迷ってるみんな髪型決めといて浴衣の髪型何が好きですかお団子ですかポニーテール まとめ髪何がいいんだろうなよかったお団子一個団子上から丸見え団子まとめ紙編み込み前田敦子さんみたいなやつ何かな まとめるのがいいよねきっと暑いよね夏はえやばいねもうすぐじゃん来週大阪早い最後のリアルお話し会だ寂しいね楽しみパスティレーンで待ってるからね他のメンバーレーンしか持ってないよっていう方今配信見てる方もいたら手振ってね 手で会話しよう遠くからドキドキ大阪からの次の日昼夜公演ですびっくりエディオンですよろしゅうエディオン登録いつだっけ明日エディオン登録もう出てる金曜日いつ出るの おしましはできないと思います。おしましはきっとできない。金曜日？ほう。じゃあ当ててください。十六か。草田さんいいなありがとう。 家の都合がついたら行きます無理せず来てね無理せずもし来れなくても私は責めないので自分の時間もと家族との都合も優先していいからねエディオンエディオン久々いつぶりだイベントじゃないエディオンは 僕最後にエディオンでしたの人のいつですかねエディオン自体はハロウィンぶりなんですけどいつだ一体いつなんだ ?17 号さんハートありがとう 6月え二2年ぶりってことうっそマジそんなんそうサッカーのスタジアムの名前も決まったそう エイディオンマリオいたよ昨日撮った時はお尻向けられてましたあの撮ったけど写真みんな別にこれメールで送ってきても困るかなと思って送らんかったけど <laughs> ちゃんといましたよエイディオンの家族のあの信号のとこのマリオ6月1年ぶりぐらいエイディオン私ふワー マリオあの辺はねパフェそうだなおすすめのお店昨日行ったうどん屋さんはエディオンのあの向かいのとこですあそこで親子丼食べました漬物もついててスープの青さみたいなやつが美味しかったですなにがあるかな なんでしょうねやっぱ暑いから氷は雪防止かなねっ雪防止だねそう讃岐屋さん讃岐屋さん行くの2回目でした2年ぶりに行きましたカレーパン専門店その辺ですその辺ダンパス行ったことないよねいまだにあそう エディオンの近くにねエディオンからあのゲームセンターがある方に歩いていくところにねあの瀬戸内トリップっていうアウトレットとかにあったあったとか今もあるんだけど瀬戸内のお土産を買えるショップができてます最近できましたぜひそこに行ってお土産をゲットして買えるのもありかと思います えっとね、エディオンからあのねサンマルクあそう県民文化センターのとこ県民文化センター通ってサンマルクに行くまでの手前のとこにある右手側にありますそうぜひ行ってみてけろ私いつも気になってるけどちょっと今度行ってみよう 気になるどんぐらい置いてあるんだろうこんばんはアウトレットのところとなんか前はね今はあるか分かんないけど広島駅前のエールエールの地下にもあったんですよそれがそこは行ったことあるけどねその新しいとこはない人うちのお土産屋さんって感じ 多分そんそな広くない気もするんだよね見た感じわかんない入ったことないけどその店舗は行ってみてくださいなんかさファンの方ってさ公演終わったらお見送り出て「やばい新幹線の時間が」ってもうあわ慌てて帰ったりとかしてるイメージなんですよ私の中でねだからあのゆっくり。 買う時間がないよって人はそこで買うのもありかなと思うのと駅とかってさ駅を使う時間は閉店してるよみたいなお土産屋さん閉店してる時間に駅使うよって早朝とか夜とかだよって方は公園に入る直前とかにひュッて行けるかもしれない分からんけどそれか若干時間あるな でもちょっと暑いしなんかどっかお店入りたいけど何があるかわかんないなって時とかもいいかもねあそうカレー屋さんのあったところそうあのカレー屋さん行けないままお店変わっちゃいました変わっちゃったんよまセも,もね仙台かな仙台と沖縄かなツアーで行った時にさ 空港でお土産買おうと思ったら空港の売店まだ空いてなかったとかあったから難しいんだなと思いましたね時間配分って難しい、はい、今日は私はね田中美穂のツイッターを遡って「あのモーメントの URL を探し出して。 そこからみほりんおすすめのうどん屋さんを調査してましたやのきやっていうとこのうどんがなんかおすすめって言ってたから気になってますおでんもおいしいって言ってたで暑いかな今おでんが食べたいんよ <laughs> おでんが食べたくて。 昼休みさん緑田焼ありがとうのきやは乃木坂さんの「の」に漢字のひらがなの「き」にや「や」「や」だよ「や」「やゆよ」の「や」のきや気になってますあと太鼓うどん気になってます 太鼓うどんは太鼓ラーメンもできたぐらい人気のお店なので気になっています誰か行ってみてください阿部寛さん甘ーいありがとうんさまきありがとう。 さんたい焼きありがとうおじやがうまかったえそれおじやはさそれメニュー名になってるのきやのおじやが美味しかったってことそれとものきやじゃなくておじやがあるとかじゃなくてのきやのおじやですか太鼓丼のおじや <laughs> おもろいのきやおじや 太鼓のリオがよくおっちゅうなのリオチに行くのキムさんたい焼きありがとうたい焼きありがとう岡田里さんレインボースターありがとう太鼓うのおじやえ気になるわかった覚えとく太鼓うどんね 次こそうどん食べるからちゃんと太鼓うどんの違う軒家かな軒家の,のみほのツイートのやつでとろろ梅う,うどんみたいなやつ美味しそうでしたちょっと見てみてください美味しそうだったので原宿におじや専門店があるそれはご飯のおじやですか おじさんがいるとかじゃなくて本当のガチのおじやですか笠野真さん緑たやキッシャー少佐さんレインボースターありがとうガチっぽい <laughs> 気になるねおじや。すとろろ みんなおじさんに厳しいよみんなみんな優しくしてあげてよねえねえ <laughs> おいあみんな厳しい生きづらい世の中 <laughs> うん おばやはなないねなかったですちなみに私のおばが今日この PR 舞台の本をゲットしてくれたそうです。イェーイおばトークお母さんの妹がねゲットしてくれたそうでそしてお父さんのお姉ちゃんもあの発売日の翌日にゲットしてくれたそうです。 だったねそうおじいちゃんおばあちゃんの分はあの実家にね4冊注文したやつがあるからそれを実家用お父さん用とかおばあちゃん用とかで配ってもらうんだけどなんとおばは自分で買ってくれたそうです。なんかねそのお母さんの妹はね ちゃんと事前に本屋さんで言っとったんやって入荷してほしいですってそしたら PR 舞台のやつじゃない普通の,あのこれ日経エンターテインメントさんから出てるんですけど普通のやつが来たらしくてこの STU の本じゃないのを取り寄せてしまったらしくだからリベンジしてゲットしてくれたそうです。難しいよね伝え方って。 アンケート書いて、ね、みんなわかったアンケート締め切り9月30までだからお渡し会の後でも間に合います全然余裕ででも余裕を持ちすぎると忘れちゃうから9月30までだよ土曜日まで消印有効だからあの諦めないで9月29日とかでも諦めないでほしいけど早めに是非送ってください ねえ。アンケートの内容はね。あのー。あなたが好きな人を選んでください。一、石田地方。二、沖優香。三位、福田あかり。四、尾崎芹香。五、中村舞。六、高尾さやか。六、6. 吉崎凛子。七、高尾さやか。ってあるんですけど。かっ何人でもって書いてあるので。全部に丸をつけて。送るのもありなので。ぜひ。 四番だけ丸つけないみたいなのはダメだからね。一二三五六七つけて四だけつけないのはダメだからよろしくお願いします。よろしゅ。全部で問い十まであるからあの夏休みの宿題とかが懐かしいなってあなんか問いに答えたいなって人はこのアンケートおすすめです。問い一 何だったら今度リスニングテストしようか私が配信でねアンケートにお答えください「トイ1」全部読み上げるから知ったらみんな忘れないでしょう「トイ 3, <laughs> 問3、ね」問3「トイ3」「つまらなかった記事を選んでください」 かっこいくつでもって書いてるので一番難しい問題かもしれませんぜひアンケート送ってください総流さんたやきありがとう今日書いてくれるのやった出すの忘れずにね書いたままね数年後に見返した時に「あれ?」みたいな。 チェキが当たらないと思ったらここにあったのかってチェキ当たりますちなみに皆さん忘れてたけどチェキが当たるのでよろしくお願いします21名様に当たりますのでよろしいいやいや当たらんだろうって思うかもしれんけど送らないことには当たらないのでねあのせっかく手元に本があるんだったら 送っとくだけ、送っといたら、当たる可能性は。ね、あるので。ぜひ。送ってみてください。ね。インコの周りよ七人分あります。二十一、一人三枚あるから。二十一枚です。ビンゴの海賊さん、たやけありがとう。 よろしくね。みんな忘れずにだよ。覚えといてね。十番。おお、パセや。おさきセリカ、共通衣装ですか。けし。よろしくね。確かにスペーベより。少ないかもね、三人。 確かにねへえ何回見てもよすぎるなこの写真たちもインタビューもはあ素敵な本ですまだ読めない方もいるんだよね7月にゲットする方は楽しみにしといてね 申し込んでくれてありがとうだよお渡しするからね私が指紋つけるから待っててね指紋を採取しないでほしいけどよろしくね子供時代から振り返ることなかなかないじゃんこういうインタビューでね待っててください皆さん素敵よとっても。 指紋付きベタベタにつけちゃおうぬめぬめしないように気はつけるね手汗とかでピュッピュ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 ピおピらせも終わったところで 今日はこの辺で終わりましょうかなちょうど1時間ぐらいかな分かんないけど収納するぞなんかちょっと本棚整理しようかなあとありがとうみんな見てくれてこんなあのお風の顔なのにありがとう1時間と2分 おー刻むねーうわー冷ややっこにさー刻みぬギぎのせたいあとみょうがうわーなんで急に冷ややっこの話をしたかっていうと今日のショールームの一番最初に冷ややっこが食べたいって言ったからですうわーいいねみょうが食べたいじゃあみんな。 明日もよろしく、ね、また明日だよ私たは今日間違って長がさきちゃったからさみんなは間違えないようにするんだよパスは今日すっごい汗だくでまつげパーマに行って恥ずかしかったからねみんな気をつけるんだよありがとうメールの返信とか気が向いたらでいいから待ってるねよろしくじゃあおだ見まーす 十三位くわどりさん、十二位ふくちゃん、十一安部さん、十位けいせきさん。九位わわうさん、八位ともっちたん、七位あっちゃさん、六位くろさん、五位なつみかんさん。四位かずのしんさん、三位ひりあすみさん、二位よしひろさん、一位てくちゃん。ありがとうございます。じゃあ、皆さん。 熱中症にはお気をつけて過ごしてください。ねえ。おやすみバイバイ。